高橋観音で有名聖徳寺そして社会員佐久村住職様コロナ生活困窮者支援仏壇無償提供またまたご協力いただきました誠にありがとうございます金箔が吹いてもはげない国産仏壇 お仏壇の販売が天職長田後期でございます。2022年2月の18日、今今日4月の25日、月曜日でございます。外は霧がかかってますね。雨上がりの朝でございます。昨日ありがたいことにですね、聖徳、あの、高橋観音で有名な聖徳寺、それとですね、 3333段、日本一の石段がある下町式群の、あの、社会社会員の、 住職でいらっしゃる佐久村先生がですね、ありがたいことに、またまた、もうこれで6期目ぐらいですね、あの、コロナ生活困窮者支援、仏壇無償提供、ご協力いただいております。本当にありがとうございます。あの、社会の檀家様がですね、やはりあの、お仏壇を持っていらっしゃらないとのことでですね、え、先生が、じゃあ、じゃあ一つですね、私が手配しましょう、ということでですね、わざわざ取り来ていただきました。本当にありがとうございます。やっぱですね、今、こういう時代じゃないですか。やれコロナだ、あの、ロシア、 どうのこうのってですね非常に不安になることが多いと思います特に熊本は地震もありました水害もありましたですからそういう時こそですね心の支え仏壇の時代そして宗教の時代だと思いますのでやっぱお仏壇を拝まれたりあとこういう先生方の話を聞かれてお寺に行かれたり神社に行かれたりですねとてもいいことだと思いますであの我々末席ながらですねお仏壇屋でございますのでそういうお手伝いができたら幸せです でございますもう本当にですねあの佐久村住職様ありがとうございますえー、コロナ生活困窮者支援仏壇無償提供聖徳寺佐久村住職様一期ご協力もう,もう7期ぐらいご協力いただいてるの通算でですねありがとうございますえー 服のお裾分けだと思っております。もう私も還暦でございます。ですから、今までご飯が食べてこられたのも、熊本の団家様のおかげ、お客様のおかげでございますので、あの、どうぞ言ってください。はい。えー、下町郡宮美里町3333段、日本一の石段、えー、の、えー、社会の団家様に お届けとのことでございます。佐久村先生、よろしくお願いします。はい、まああのお仏壇で社会貢献だと思っております。で、この お仏壇の代金は、ですねこれはもう私がお酒を、男子ですね、お酒をやめて、ゴルフもやめましたので、その分十、それで十分できるん余るぐらいお金出てきますので、もうそちらの方酒とかは卒業してですね、こちらの社会貢献活動、あの人よしには300基配っております、これだけありがたいことに、手書きのお礼状をですね、いただいております。はいまあ、そういうい形でです、ね、ですすねからまあ あのこれからもですね、この活動を継続してまいります。そして、何よりも何よりも、佐久村住職様、いつもご協力ありがとうございます。改めて心よりお礼を申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいて、ありがとうございます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。